九行。九行、九行、公共、正治2年、1200年憲法7年1月27日、1219年2月13日は、鎌倉時代前期の僧侶。鎌倉幕府二大将軍源、頼家の次男、孫貴文脈などまたは三男、鶴岡八宮寺社無職次第など。母は、あず鏡によれば、あすけ十長。 かのじゅうちょうの娘、源みなもとのためとものまご同じく、そんぴ文脈などによれば、いちまんの母と同じく、ひきよしかずの娘、あるげんじけいず、けんああつしきぼん、げんじけいずによれば、みうらきよしの娘、一め、いちまんとは、いぼきょうだい、または、どうぼきょうだい、さかゆみ、ぜんあかつきは、いぼて武たけごしょは、いぼいもおとにあたる。ようめいはぜんざい。おじである。 第三代将軍みなもサネトモを父のあだとして暗殺したが、自身も直後に討ち取られた。なお、九行は、サネトモの勇士であったため、義理の父親を殺害したことになる。名前の読みは、九行とされてきたが、近年は、公共である可能性が高いとされている。父である将軍より家は、兼任三年、千二百三年九月の比企義和の変によって、 鎌倉を追放され、翌年全財が5歳の時に、北条氏の資格によって暗殺された。県営元年、1206年6月16日、7歳になった全財は、若宮の別当坊より祖母である、天見台、北条政子の屋敷に渡り、着子の儀式を行う。10月22日、馬夫である、三浦義村に付き添われ、政子の計らいによって、 おじの三大将軍源、なも友の勇士となった。権略元年、1211年9月15日に12歳で、鶴岡八幡宮寺、別当正し赤のもとで出家宿行の法名を受け、翌日には受会のため上落する。恩城寺において高種の門弟として入出し、帝暁の受法の弟子となる。憲法五年、1217年6月20日、18歳で、 鎌倉に戻り、政子の意向により、鶴岡八幡、宮寺別当に就任した。同年10月11日からは、佐友の命により裏山で千日三同を行う。翌年憲法6年、1218年12月5日、苦行が鶴岡に賛同して退出しないままいくつの規制を行っているが、一向に髪を下ろすこともしないので人はこれを怪しんだという。 また伊勢太志神宮や諸社に奉兵する施設を送ったことが将軍御所で披露されている。年が明けた憲法七年二百十九年一月二十七日、雪が二尺約六十センチメートルほど降りしきる中、三根友が右大臣敗賀のため鶴岡八幡宮に参詣する。夜になって参拝を終えて石段を降り、 苦行が立ち並ぶ前に差し掛かったところを、カフィアを被った苦行が襲いかかり、下重ねの衣を踏みつけてサネ友が転倒したところを、親の敵はかく撃つぞと叫んで頭切りつけ、その首を打ち落とした。同時に三、四人の仲間の奉仕が、友の者たちを追い散らし、源の中将を、北条義時と間違えて切り伏せた。そして、あず鏡によると、八幡宮の石段の上から、 我こそは、ヤワタグ島ベットジャ陸行業なるぞ。父の敵を討ち取ったりと大音声を上げ、逃げ惑う苦行らと境内に突入してきた武士たちを、尻目に姿を背負った。一方、区間省によりと苦行は、そのような声は上げておらず、鳥居の外に控えていた武士たちは苦行らが逃げてくるまで、襲撃に全く気づかなかったとある。儀式の際、数千の兵はすべて鳥居の外に控えており、 その場に武装した者はいなかった。苦行は、サネの首を持って、雪の下茶壇の貢献者、備中あじゃり宅に戻り、食事の間も、サネの首を離さず、奪夫の三浦義村に使いを出し、今こそ我は、東国の大将軍である。その準備をせよと言い送った。義村は、迎えの者を送ります、といの使者を送ります、と偽り、宝城義時にこのことを告げた。義時は、 躊躇なく苦行を中殺すべく表儀をし、吉村は、有望な苦行を打つべく長尾正しけを差し向きた。苦行は、吉村の迎えが来ないので、一人行きの中を、鶴岡公面の山を登り、吉村宅に向かう途中で打手に遭遇する。打ち手を切り散らしつつ、吉村宅の板部までたどり着き、兵を乗り越えようとしたところを打ち取られた。去年二0定っが、 九行の首を、北条義時邸に持ち帰り、義時が首実験を行った。なお、東鏡によると、佐根友の首は、所在不明だが、九間省には、岡山の雪の中から佐根友の首が発見されたとある。九行の犯行の背後には、北条氏の源や東滅、あるいは、北条氏の性的で、九行と近しかった三浦氏による、北条だと、または、 将軍震災を強めるサネ友に対する、北条、三浦ら鎌倉御家人の凶暴、もしくは、後鳥羽上皇による幕府転覆の作望などが存在したのではないか、と後世の研究家に推測されているが、いずれも確証はない。またそれらの背後関係よりも、苦行個人が野心家でサネ友の後目としての将軍就任を狙ったところに、この事件の最も大きな要因を求める見解もある。 なお、九行の墓は現存せず、墓所についての資料も存在しない。かつて、鶴岡八幡宮には、九行の隠れ遺鳥と呼ばれる遺鳥の大木が建っており、九行がこの木の陰に潜んでサネ友を襲ったという伝説と共に親しまれていたが、この伝説が知られるようになったのは、江戸時代になってからのことであり、当時の資料にはない話である。この遺鳥は二0 1年三月十日の強風によって、 倒壊した。苦行は生きて逃亡したとの噂が上級3年1221年頃にあった。また、カ三年千年1227年に結城朝弘、あさり太郎が若宮禅寺を苦行と誤認して、無本を企てたため白川関袋辻で切ったと鎌倉に告げしている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。